こんにちは、カイトです。あさこです。はい、どこに来ましたか今日は。高島屋の屋上でハンバーガーフェスティバルみたいになってます。来ました。はい、岡山駅前すぐ高島屋という百貨店がありまして、そこの、屋上のビアガーデンとかやってるようなところでですね、4月19日から21日まで、バーガーフェスタ行ってきます。ここで出せられます。こちらの方でチケットの販売させていただいております。こんな感じなんだね。こんな感じです。日本全国から集まってるみたいだね。あ、ラコスバーガー岡山、イエーイ。あんま綺麗じゃない。いただきます。あー、美味しい、楽しい。続いてハンバーガーいただきたいと思います。カレー味のフレート美味しい。うん、これ京都の木屋町でやってるんだって。うん、名前忘れたけど。そうそう、で、なんか土日しかオープンしないって。なんか喋り方が関西で京都っぽいなと思ったら、京都なんですよって言われて、なんかそういうの嬉しいよね。うん、あ、ね、学生時代京都に住んでまして、京都懐かしいんです。いただきます。うん、マッシュポテトチーズバーガー。今すごいマッシュポテトだけ食べた。肉に逃げられた。はい、美味しい。チーズもうまい。もう一回頑張るわ。うんうんうん。ありがとうございました。肉いけた。うん、美味しい。うん。長い。美味しいよ。まあ、うちで作るハンバーガーの方が美味しいかな。マジで。美味しい。これワイルドな味がして美味しい。ナツメグが効いてるよね。うん、肉って感じね。美味しい。これ好き。なんか肉っぽくて、肉がさ、こうガチってくるよね、なんか歯ごたえも味も。なんか牛タンのハンバーガーも美味しかったけど、なんかあれはふわっとした。なくなるよ、君の。いいよ。はい、というわけで、バーガーフェスタ行ってきました。美味しかったです。美味しかったね。牛タンバーガーとマッシュポテトチーズバーガー、うん、あとフライドポテトなどをいただきました。なんかホッピーのカクテルもありました、ね。うん、なんかホッピーのカクテルもすごいハンバーガーに合う感じで、うんうん、すっきり美味しかったです。何人かで行くのが楽しいかな。うんうん、そう、共通チケットを買って、でそれで引き換えなので3人とか 2,3 人ぐらい行ってワイワイ言いながら、あれ食べよう、これ食べようっていうのがいいんじゃないかなと思います。では、あ。